イタリアで進むストラディバリを超えるバイオリンの制作。サンタ・チェシリア・バイオリン。この動画では、イタリア・ローマ、サンタ・チェシリア、州立音楽院の教授、マッシモ・デ・ボンフィルス、マウロ・ファブレッティによる論文、ストラディバリを超えて、新しいサンタ・チェルシア・バイオリン、古典イタリア楽器制作における最新の研究の内容に、若干の追加情報を加えてご紹介します。 新しい実験モデル、サンタ・チェシリアンの制作、サンタ・チェシリア音楽院。新しい実験モデルとの比較を行うため、古典楽器の音響スペクトログラムの分析が行われたようです。比較のための古典楽器として、サンタ・クローチェ国立楽器博物館所蔵のダビデ・テクラー作のバイオリン、および、 ローマ・サンタ・チェシリア国立アカデミー楽器博物館所蔵のアントニオ・ストラディバリ作のバイオリンが選定されました。残念ながら、この論文にはデータの記載がありませんでした。今後、分析データが公開された場合には、別途、動画にてご紹介したいと思います。実験モデルの制作にあたっては、古典バイオリンから以下の変更が行われました。ハイポジションの演奏性向上のため、 非対称の形状を導入。音響特性を改善するため、ハーモニックホールとサウンドポストを追加。ベースバーの形状を変更。MIT の研究成果を踏まえてサウンドホールサイズを変更。本体の下部と上部の領域の曲率を変更し、内部容量を増加。音波が逃げやすいオリジナルの内部プロファイルの採用。上部、下部の全体的なサイズをアップ。 イタリア古典バイオリンについて、現在に至るまで、弦楽器制作者にとっての悪夢は、アントニオ・ストラディバリの作品の音響特性と美的な特徴を忠実に再現することが求められてきたことです。しかし、ストラディバリがバイオリンを制作していた18世紀に比べ、現代では楽器制作の技術的優位性は計り知れなく高いことも事実です。それにもかかわらず、現在まで、 ストラディバリが特別扱いされてきた理由は何でしょうかそれは、多くの楽器制作者がストラディバリの作品を効果的に模倣することさえできないため、ストラディバリには何らかの特別な制作上の秘密があると主張していることが理由です。しかし、このような主張はストラディバリを理解不能で再現不能なものと思い込ませている原因になっています。また、ストラディバリを特別視するもう一つの理由は、 その経済的な利益にあります。金の値段は現時点で 1g あたり24から33ユーロであるのに対して、単に板、塗料、接着剤からなるストラディバリの値段は 1g あたり5万ユーロなのです。ストラディバリについて、我々が本当に知っていること、ストラディバリにもはや秘密は存在しません。ストラディバリは、すでに広く研究、分析され、 その全てのメカニズムが専門知識を備えた無数の学者によって広く研究、理解されてきました。秘密の探求は、時間の無駄で資金の浪費に過ぎません。これまで投じられてきた多額の研究費用に匹敵する新たな研究を行うため、研究者が個人的利益のために継続的、かつ強制的に秘密の存在を蒸し返しています。知識のないジャーナリスト、 高猾な学者が依然として秘密について議論しています。比類のないイタリアのバイオリン製作に注目を集めるため、こうした手段に、頼る必要があることは悲しいことです。ストラディバリがコンサート演奏に欠かせない本当の理由、楽器奏者がストラディバリを好む理由は、単なる非常に高価なマーケティング活動にすぎません。これは文化詐欺です。 演奏会における真のスターは楽器奏者ではなく、楽器ストラディバリというのが実情です。演奏者がストラディバリを使用した演奏会を開きたいとコンサート主催者に伝えると、主催者はストラディバリによって聴衆の数が確実に増えて、利益を最大化できるため、このような提案を歓迎します。ストラディバリの演奏を聴いた聴衆は、これ以上美しい音を聴いたことはないと断言し、 音質に関わらず称賛します。残存するストラディバリ、制作された1200台のうち約500台、の多くは演奏可能な状態になく、ボロボロで博物館の展示室にあります。演奏可能な状態のものでも、すべてが同じ独特の音質を持っているわけではなく、ひどい音のものもあります。ストラディバリに関する記事、これまでに、ストラディバリについては多くの記事が出ています。これらは、 ジャーナリストが感覚的に記述したものではなく、専門家の研究結果を報告するために、ストラディバリの分析事実をもとに書かれた記事です。もちろん、これら以外にも多くの記事が存在するはずです。タイトルだけで十分に記事の内容がわかるため、発表年、著者あるいは雑誌名は省略し、タイトルだけを読み上げます。 バイオリニストはストラディバリウスバイオリンと新しいバイオリンの違いを見分けることができない。100万ドルのストラディバリウス。現代バイオリンとのプレイオフで敗退。ストラディバリウスの何がそんなに特別なのでしょうか偉大なバイオリンは本当に素晴らしいのでしょうかストラド。バイオリニストは言えない。ストラド選びが苦手な熟練バイオリニスト。 ブラインドテストで実人のソリストが現代の楽器ではなくストラディバリウスを優れたバイオリンとして選んだ確率は60%以下。ストラディバリウスのバイオリンは新品よりも優れているわけではない。ブラインドテストを受けたソリストはストラディバリウスのバイオリンと現代の楽器を区別できない。パリエクスペリメントの研究者によるストラドとモダンの比較。 ストラディバリは新旧バイオリンの奏者の好みに関するブラインドテスト研究で負ける。ストラディバリウスを捨てますか新しいバイオリンは音が良くなる。研究者らは現代のバイオリンプロジェクトがストラドよりも優れていると発見。数百万ドルのストラディバリウスバイオリンのサウンドは現代の楽器と何ら変わらない。ストラディバリウスの最近のバイオリン。現代のバイオリンは300年前のバイオリンよりも優れています。 ストラディバリウスは本当に最高のバイオリンですかバイオリン革新への挑戦。ここからは過去に行われた新しいバイオリンを作る試みを紹介します。この論文には楽器制作者と楽器の名称だけがリストとして書かれていただけで、楽器にどのような改良が加えられたのかわかりにくい状態でした。そこで実際に制作された楽器の写真を順に見ていきたいと思います。 ヨハン・ジー・ストーファー。1778年から1853年。トーマス・ハウエル。1783年から1870年。フランソワ・シャノー。1788年から1825年。フェリックス・サバール。1791年から1841年。ニコラス・ロー。1780年から1858年。ジャン・ビー・ビローム。 1798年から1875年。トーマス・ザッハ。1812年から1892年。アルフレッド・ステルツナー。1852年から1906年。アーサー・リチャードソン。1882年から1956年。ダビッド・レル・リビナス。1950年生まれ。新しい実験モデル、サンタ・チェシリアンの制作。ここからは、 サンタ・チェシリア・バイオリンとその制作過程などを見ていきたいと思います。左側の写真はイタリア・ローマ、サンタ・チェシリア州立音楽院、教授、マウロ・ファブレッティ氏。右側は助手のマッシモ・デ・ノッティ氏と一緒の写真です。こちらはサンタ・チェシリア・バイオリンの制作に携わったバイオリン制作コースのメンバーの皆さんです。 これは、新型実験モデルバイオリン、サンタ・チェシリアのスケッチです。先ほどの図は明瞭でないため、画像処理を行って輪郭をはっきりさせてみました。このバイオリンが古典バイオリンと外見上で異なる点は、A で示した部分が古典バイオリンに比べ大きいこと、B で示した部分がハイポジションを引きやすいようにカットされていること、C で示したサウンドホールが追加されていることです。 バイオリンの形状は複数の異なるサイズの円から構成されますが、実際に調べてみると、赤い線で描いた円の組み合わせはストラディバリとは若干異なっているように感じました。ここから、サンタ・チェシリアの制作過程を写真で見ていきます。これは部材を固定する木枠の製作の様子です。バイオリン本体のバックプレートを製作している様子です。バイオリン本体のトッププレート、 ネックを作成している様子です。バックプレート、サイドプレート、およびトッププレート、ネックを接合する工程を示しています。左側と中央は先ほどと同じ写真で、右側の写真が、ボディに塗装を施したところになります。ネック部分も塗装され、指板も貼られて、バイオリンが完成しました。完成したサンタ・チェシリア・バイオリンの写真です。 古典バイオリンとの外見的な違いを確認してみたいと思います。左側が古典バイオリンの一般的な形状です。両者の違いですが、サンタチェシリアでは指板の端部が斜めになっており、ボディの長さも若干短いことがわかります。サンタチェシリアは古典バイオリンに比べ、A で示した部分が広く、B で示した部分が狭く、C で示した部分はほぼ同等となっています。 このバイオリンは、ポルトガルのリスボンにあるノバデ・リスボア大学で開催された第22回国際楽器シンポジウムにて初めて発表されました。以下、会場の様子を順にご覧ください。今後、この楽器の音響特性に関する論文が発表され、また、さらなる改良が行われて、ストラディバリを超えた新しい現代版の名器が誕生することを期待したいものです。 最後までご覧いただきありがとうございます。動画の内容が良かったと思われた方は、グッドボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。